なんかこの人とデートしないって誰かに言わされてんのよね。はぁなんかついてるみたいな。でもさ、女装も天から降ってきたって言ったよ。女の格好してないけど、なんか早さ大丈夫あ、だから私のスピリチュアル。なるほど。あ、でもそう、それを見た時に、そういう人なんかいや、ほんまにだから、そうなのよ、でも。ちょっと待って、なんか自分で理由が分かんないことってある？なんか、そう、あの、相手から好きだって言われて、で、自分としては、全然そんな気にならないなと思ったんだけど、しばらく置いてみて、ふっと、あ、いいかもって思って、たりとかしたことはあって、で、なんでその転換があったのかっていうのは、全然自分で分かんない。あ、理性とはまた別のところの。理由は分かんないけど、うん、ある日目が覚めたら、あ、いいかもって思って。それは別に、あの前あやさんがその好きですって言われて、それでこれしかないって しがみつくって、そういう感覚とは全然違う。しがみつくじゃなくて、そうです。だから でそれでそのそういう誰かに言わされてるような一言がファッと出てしまった後に、って自分で思いながら言っちゃったよ、これどうすんのみたいな感じで。で、周りの人たちはそれいたんでしょ、一緒に。いたよ。だからもう、どうだった？要するにビアンの知り合いばっかりじゃない、うん、ビアンだから、もちろんだから、その言った瞬間は、あ、いいんちゃうとか、ね、ちょっとだから、空いてたのよ、空いてたのよ、この子がね、うん、あの誰もいなかった、うん、一人だったから。あ、いいやいいやんとか言って、うん、最初は軽いノリで、うん、で、いといでいといでどこ行くのとか言って後つけるからとか言われて、いう感じのノリで、で、なんかその子も、ね、軽い子やねんね、さっきも言ったけど軽い子なんで、なんか、うん、いいよとか言って、で、1回目のデートをがカッパリの翌日だったよね。そう、カッパリ翌日でね、覚えてるわ。あー、そう、なんか聞いた、あれなー、うん、なんで、なんかすっごいあの時、だからそんなに痩せらんでもええのにと思うねんけど、すっごいなんかやってたよね、私。うん、ね、うん、ちょっといてたもんね。うん、うん、そうそう、あの赤星くんがうちの家に泊まってて、うん、で、デートの日に赤星くん車で、ちょっと駅というか何番かで送っていったんだよね、うん、送って行ってそのままで降ろして、そのまま彼女迎えに行って、うん、車 で彼女は夜勤明けなのに、そう来てくれてっていう、うん、ですっごい緊張してて、どうしようっていうのがで、その日はまあどうだったの？あんま詳しく聞いてないんだけど、どうだったのって、どうって、だからベラベラおしゃべりしながらブラブラ、ちょっとあの奈良公園をブラブラとして、で、食事してお茶飲んで、うん、っていう感じで、うん、なんかブラブラ、うん、手もつながず、うん、何もせず、うん、うん、一日半日過ごして、うん、あの家まで送って行って、うん、で、またねって感じで終わりましたよ、うん、で、その後また誘ってもそれでデートしたりしてるんだよね。してますね、よくご存知で、よくどこの情報がしてますってことはね、だから向こうは、どういうか感じが変わってきたとか、そういう、そうなんだよね、あるのかな、どうなんだろうね、どうなんやろね、これがまたね、なんか際どい話でね、まだ、そう、なんていうの、あの、だっていくら鈍い人でもさ、何回も同じ人から誘ったらさ、なんかこの人って思わないかな。うん、でも、あとね、そのレズビアンバーのいろんな仲間の人たちも、明らかにあやさんをはやすたててたわけよ。あんた頑張るやー、あんたついていくんだーって一緒に赤みして、カニカニで後ろから来てるねーって要するにみんなはやんややんやとはやしたてる方に、だからそれはさ、彼女もさ、そこのバーに飲みに行くわけだから、そういう風にちょっと扱われるわけじゃん、うんうん、まあ、絶対意識はしてるはずなんで、そういうことだっていう、そうだよね。じゃあ向こうはもしかしたら告白されるの待ってるのかもしれない。
いや、でも私として告白して、いや、どう告白したらいいの？お姉さん、お姉さん教えて。これから私の家に来ない。あ、そっち行きなり行くの？ちょっと待って。ごめんなさい、私そういう人。猫見に来ないとか。同じじゃないの？ちょっと怖い。そうそうそう。猫かわいいの。同じじゃん、家に呼ぶのは。最終形態は一緒だよ。そう。その前があるよね。ちょっと待って、ちょっと待って。この二人あかん。私は手を握るのさ、必死になってんのよ。いや、家来ない。いや、家で手繋げる。いやいや、だからあの、もう何回も二人きりで会ってるんですよ、だから。いや、だからじゃあ、うん、外で会って、うん、すごく好きなんだけど、手握りたいんだけど、手握っていいんだ。ああ、だから、そうか、その一言がね、その一言ロンさんだったら、突然それ言っても、なんかロンさんだよなって感じですよね。何それアリアさんは、なかなかそういうところはね。まあね、確かに、だってなんか、だって、カンパニーの時に見た時に、うん、あ、すごいなんか女らしい人で私は絶対無理だっていうだって私絶対無理だっていうのは私がそういう風になるのは無理だわってことで、うん、だからなんていうのかな、こう雰囲気がね、うん、すごくなんか 色っぽいっていうか、はいはい、なんていうんだろう、あ、こういうのは私絶対一緒に出しても、あの、一生かかっても出せないよとかっていう、はい、なんか持ってるものだから、いわゆる女の色系的な、そうそうそう、とか、うん、着物着てるとすごく、そう、あとなんか思考とかがすごく、うん、ああ、なんかすごい女らしい人なんだなっていうことを感じるんで、だから、いやだから、なあんまりね、そのバカってさ、いけないのよ、なんかガッていくのってもしかしたら男に戻るの違うかなって記憶心があって、逆にね、うん、ちょっとじゃあどっちかというと向こうから襲ってほしいって感じ、襲ってほしい、ちょっと襲ってほしい、あの、確かにね、それはね、否定せえへん否定はしない、否定はしないけど、今の彼女はありえへんと思う。あ、そうなんだ、うん、今の彼女はだからそれ系は多分ないとは言わないけど、うん、ああ。多分二人ともに似たような感じなんかな、もしかしたらなんかこんな感じ、うん、で二人ともやってるから、うん、じゃあ一緒ってなさいって感じ、こらいや、だから旗から見てたらめっちゃ歯がゆいんちゃうかなと思う、うん、まあそうかもしれないね、うん、でも、あの、まあでもそれはね、二人のペースっていうのもあるしとは思うけど、ただまあ、うん、まあでもそのなんていうかな、誘ったりこっちが主導権を取ったら男に戻るような気がするっていう感覚はなんとなく分かるような気がする。ああ、それを分かってくれる、うんうん、そこはね、なんかね、ちょっとだから ゆっくりとしないと、いきなりまたなんか自分がなんとかしなきゃっては思ってしまったらしんどいと思うんだよね、うんうんうん、そこはだからしんどいと思ってるんだよね、うん、自分の中でね、だからもうこれはもう次にまた何か降りてくると待つしかない。ああ、そうそれそうね、うん、それしかないかなと思って素敵なスピリチュアルトーク。いやでもさ、そんな感じじゃないかなっていう、だって